皆さん、我が社の双葉ビールをもう飲みましたか？俺と靴下バトルして勝ったら、この双葉ビールをプレゼントします。選んだ靴下が匂わなかったらあなたの勝ち。さあ、靴下バトル、では靴下を選んでください。俺の勝ち。広篠原の心なんて読めるわけない。そう思ってないか？諦めない人だけに匂う靴下があるはずだ。そんじゃ、いただきます。かぁ、うめぇな。1日1回勝負。また明日。